マコナコです。86話レンジャーでインフェルノやっていきましょう。さて今回はアサルトとこのミサイルロケットランチャー持ってきました。あーそれはない、やり直そう。さーて再び行きましょうか。多分一発で倒せてると思うんで、でバック風の威力もあるから、まあ、それなりに戦いやすい。倒すのはアサルトの方が早いかな。それはないよ。もういいだろう。今回は下に落ちないように注意しながら戦おう。これフラグを立てるからね、何度も何度も落ちる羽目になってるけど、この辺は仲間にならないのか。バカか俺は。これはなんとかここまで来たけど、一気に大ダメージ食らったんで、まさかの拙者を食らおうとは。そしてこうなってくると今度はアイテムが取れないんでね。なんとか上で敵を倒さないと。アイテム落としてくれないか。ここでリロード挟んじゃう。倒した。地下を探索し全ての装置を破壊しろ。危ない危ない。地下に怪物を転送させ繁殖させるつもりだ。うわーちょ。あと3でどうしろという。さてアリのさっきは拙者がなければそこまで恐れることはないと思うんだけれども、これ角度がちょうどラインに向かってね、この坂の射角に向かって放ってくるから針を。これはリバースシューターかな。そうでないと回復が。これはハードでやった時どういう編成でクリアしたのか。うっとうしい。焼肉にはならんだろう。蜂蜜ぐらいで頼む。くー待って、なんで撃たれた。うわー、まあ、リバースシューターだな。これはちょっとつまらん戦いになりそうだが、では破壊からやっていきましょう。ここら辺も倒すべきかどうかがわからない。全部倒していった方がいいのか、それとも無視した方がいいのか。ここら辺味方もぶつくさ言ってないで戦ってくれよ。頼むから怪物が送り込まれてきます。破壊しろ。イエスサー、あの機械を破壊するぞ。足元に気をつけろ。
落ちたら命はないと。味方これ大丈夫か、どのタイミングで回復してあげればいいかがわからないからね、仲間になってくれないと。うん、なんとか倒した。もう一丁回復、すべての装置を破壊しろ。うん、蜂はまた出てくるけど、今回アリを先に倒しちゃおう。湧いたばかりにね、当たんねえなーこれ。あれこれ、まあ、蜂は多分あれこれアリのどっかから湧いてんのかな、さらになんかたくさんさらに出てくるような。うん、なんかさらに出てきてるっぽいな。そして味方が結構前に行っている。うん、数に限りがあるからな。あ、目の前目の前、これか、これなんだろうな、アリだな、単に勝ちあたりを倒したい。そして倒したところからアイテムが、ね、出てきてない。次どこだ、当然ハードで1回はやってはいるんだけどね、全然覚えてないんでね、そのあたりをさすがに。あれか、あれがこれか、アリか、アリじゃなくてハチか、今倒したのが。あと7、昨日言ったこと覚えてるよな。オーケーだ。どこだろうな。戦闘に備える。やるぞ。さあ、イエスさ。どこだ？上？上じゃない。これ移動してくんないの？もう。もう終わった？あの方向か。これ降りていいのかどうかがわからないから。ん、どこだどこだ、なんで味方は動かなくなった。なんか一人下で戦ってる人がいる。頑張ってくれ。場所がわからん。これ自らで行っていいのかどうかがわからない。あ、これ敵じゃないわ、味方動き止まってるけど、どこだ、場所を把握してから移動したいけれども、あともう一個の場所は降りるしかないかな。どこ降りるか、
まあ下見てるからな、下降りよう。ここ見つけた、これだ。反応多数です。反応多数、数が多すぎるぞ。戦争を通った全て破壊しろ。一つやったぞ。これは下に降りないと撃てなかったのか。そもそも頑張ってくれ味方。これこの角度から撃てないか。さらに撃てるね。あーこれで変なとこ飛ばされるのだけは勘弁してくれ。あーつー耐えない。あーこれ登っていくのか。いやーダメだ、これは泣いたな。でも届くか。いやーでもなんかん、いいのかいいのか。ここ登る。あー違う、なんか角度違ってるね。戻ってこいって、あれこれ下行くの。え何これ、下じゃなくて上じゃないので、この角度から上見ても無理か。くあー違うだろうそれ。転送装置を破壊し全ての怪物を駆除しろ。あーなんかもう全部こっちが来てるね。あー違うのか、なんだこのマップは。わかんねえこの角度。じゃあ素直に、うわー断末魔が、あれ矢印消えた。いやあるか。あーどうするかな。どこまで上行けばいいかの問題も出てくるし。でこれ何でかいの。違うか、びっくりした。なぜ動き止まってる。うんまだ見えないね。あーそこ落とされなきゃなんとでもなったんだが、まあリトライそこまで時間かかる。あこれ全部倒された、ひょっとして。矢印がなくなってるもんね。ダメだ全然見えない。あそこだよな、なんかすごく中途半端なところにあったのを倒すために降りなければよかったんだろうけど。さてこの角度から狙えるので、上の方から倒すことができた。転送装置をすべて破壊しろ。転送装置破壊できてないな。ここでリロードか。これで敵弾きながら少しでも多くの転送装置を壊していく。で壊したかな、こっち側から見える範囲では。これで変なとこ飛ばされるなよ。よし地面に落としてくれた。だがもう前に出れなくなってるんだが、ここ強引にでもまあ行かないと。わー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 、かーここで噛まれる。どこに飛ばされるかでゲームの勝敗が決する。あー見えないな。おこれは少しリカバーする。転送装置を破壊し全ての怪物を駆除しろ。あーそしてルートが分かんないなこれじゃあ。どう帰る。だがこっち側から行けば見えるような気がするんだよね。見えないか。見えないね。見えた。
あと少しこの辺り倒しちゃえばほぼほぼ一服じゃないか。これでちょっと周囲相当しよう。もうリバースシューターないんで撃ってるぞ俺は。押してるのに反応しないの勘弁してくれ。回復回復、ああ今目の前に回復あったのに。この方向回復があるかないかで、ああないね。今リロード中だったか。これはしようがない。うん、回復出た出たけれども前行けるか。これどう考えても前行ける気配はない。かーリロードを挟んだ。あー途中で落とされて味方その間全滅したのが痛かった。さてこの位置からあそこを狙いましょう。これで味方が前にいる間にこっち側が8だったな。数が多すぎるぞ。前奏装置だ。全て破壊しろ。向こう側味方頑張って。はい頑張って頑張って。これでほぼほぼこの角度から見えるのは全部通ったはず。あれ味方の声聞こえなくなってんだけど。結構回復してあげたんだけどな。やめてくれー、ここで降ろされんのは。うまく乗ってほしかった。どっか、あー角度角度悪くはない、見えなくはない。1個だけはダメです。助けてくれ助けてくれ。これはここからじゃ見えないか。明かりさえいなければなんだが運ばれてくるのが厄介。弾がないだが転送装置自体はある程度壊してるんで。うーざうーざ。攻撃は まだ味方がいるうちに合流したい。どうだどうだこれ。ある程度倒したぞ。少しは置きっぱなしでもいいでしょう。んこの方向だめだな、見えないな上を。あ消えちゃった。いや大丈夫か。え、こっち側なの？角度おかしくない？ん？あー違うか。一瞬見えたかと思ったけど。これどっちどっち？こっち側でいいのか？どっち？こっち側？上？合流。よし、あとは生き延びて今の敵を連れてきた敵を全部頑張ってもらおう。そしてこの角度からは見えないか。あれどこだこの。あ見えた見えた、今呼び出してるね。そしてここに回復が
ここだー、ここ2つ。なんでこんなのが倒せないかな。危ない。ラスト、ラストじゃない、もう一個ある。そしてここも出してくるところはラストかな、今ので。なんか数多いな。まだいるか。アイテム全然落とさないからな、この辺り。沸かすところあるっぽいな。なんかこんなにも倒してても、いや静かになった。終わったか。終わったっぽいな。あー疲れた。でもここ結構リトライが早くできるんで、まあ、そこまではまあ辛いっちゃ辛いけど、なんか一回ねやり直しに30分とかかかるとかよりかは楽。危ない。あと1体。終わったー。37分か。まあぼちぼちといったところ。リバースシューターが偉大だった。続いて87話。ここはすでにもうクリア済みのところで、実はアイテム稼ぎでかなり使ったマップだったりするので、今回はその方法で倒しておしまいにしようかなと。ショットガン持ってもうこの方向一目散に川の方ね走ってきて、奥に滝があるのでそこでアイテム稼ぎの要領で戦ってしまえばね、狭いところに挟まって、そしてショットガン、貫通式のショットガンをずっと撃っておく。もう後ろの話はもう完全に無視してね、まっすぐに。んでもし敵が最後の方寄ってこないこともあるので、可能であればミサイル系一つ持っておくと最後の処理が楽になる。で探知機持ってくればアイテムは自動回収ほぼできるので、そんな感じで戦っていくことになります。セットアップだけお見せして、あとは終わらせてしまいましょう。だいたいこの辺り、この辺りで下に落下する。そしてこの中にすっぽりと収まって、あとはもうここでボタンずっと押しっぱなしでいいんで、まあ普段やるときなかなかねこのボタン押しっぱなしというのが設定するの面倒だったりするんで、まあ自分もどうすればいいのかが実はよく分かってなくて、試行錯誤を何度もねやってたりするんですけど、まあずっと今押しっぱなしでいいかな。こんな感じでずっとやってれば自然と終わります。敵が勝手に集まって、でアイテムも勝手に取れるというね。でもアイテムあまり数は出ないので、まあ、そこまでいい稼ぎかどうかは分からないですけど、さてこのような感じでほぼほぼ終わらせて、あともう2体ほどこれでおしまい。怪物が、多分それなりにアイテムが稼げたかと思います。このモンスーン MZ はリロードも早いんで、こういう場所でのね活用がかなり有効で、アイテムはグラント MTX がアップ。ここでミサイルエメロードのアップを狙ってたんですけど、なかなかねアップせずということがあって、それですごい時間ここで稼ぎをやっていた経験があります。そしてこれでグラント MX じゃなくて MTX すべて星がつきました。続いて88話やっていきましょう。あーあー、これはどうすりゃいいんだ。まずアラネアを倒さないとダメなんでしょう。アラネアを駆除しろ。アラネアを攻撃
アラーネは倒したか。倒したっぽいね。これこの角度というかここから狙えるね。ならもうこれずっと引きながらでいいんじゃないか。ネットの下にテレポーションアンカーを確認。アラネアはテレポーションアンカーの上に巣を作っている。アンカーから出現したアラネア。あれ今味方吹っ飛んだな。まるで生物のバリアだ。テレポーションアンカー破壊。うん破壊。このエリアは生存者がまだ大勢いるはずです。アラネアの駆除を優先してください。これで終わるんじゃないか。これこのマップ。我々の戦力は乏しい。あーリロードして。やれる保証はない。うん、とりあえず前来ないでくれるか。あー邪魔だったな今の明かり。アンカーこれで全部壊したんじゃないか。アンカーいくつあるんだろう。ちょっとよくわからんけど。どこかで私たちを見ているんです。どこかで。うまくアラネアを対応できれば良いんだけれども、ちょっと味方耐久が。まあそれでもアラネアもこれミサイルで倒せると思うんで。あまだ奥にもあるのか。あー外してる。倒したね。徐々に前寄っていきましょう。だがすでにもうしのいでいるんであればこの後もしのげると思う。これずっとミサイル撃ちながら奥のところを狙って撃つで終わると思うんで、もう終わらせてしまいましょう。これ撃てるもんね。これでアンカー全部多分破壊かな。ならばあとはスナイパーでアラネア撃っておしまいとなります。では最後一体これを倒して終わらせましょう。当たってないか。おしまい。これは簡単だったな。久しぶりにインフェルノで楽をさせてもらったかのような。では今回はこれで終えたいと思います。次はまた蜂の巣のところなので、これはかなり時間かかりそうな気もしますが、果たしてどうなのか。鈴木興味ありましたらぜひチャンネル登録して次もご覧ください。ではでは。